1番、6番、2番、ダッシュ、3番、4番、5番、体型。スタートを切りました。このスタートは判定中、このスタートは判定中、お手元の投票券は大切にお持ちになっていてください。センターでちょっと早い手があったようです。お知らせです。第11レース、2号艇田中和也、フライング変換決勝。2に関係する投票券は、発売額と同額で払い戻しをいたします。最後まで大切にお持ちになっていてください。1番、2番、3番、ダッシュ、4番、5番、6番です。予選競争第2レース、スタートしました。インから5コースまで、どんどん、おっと、5コース、西澤、これははみ出しました。誰ものスタート安定中です。先制していくのは3号艇の滝川、外を握って続く4号艇の深見ですが、ただいものスタート問題があったようです。お知らせです。5号艇の西澤ひかり選手、フライング変換決勝です。5番に関する投票権は全て変換になります。1番、2番、3番、4番、5番、6番です。第12レースドリーム戦、スタートします。最初号艇、とっと、山地博、これは厳しいか。大山コーナー先手を取ったが、スタート問題があったか、バックへ抜けていきました。なお、お知らせいたします。1号艇の大山地博選手、残念ながらスリットオーバー、フライング。1に関する投票権は全て返還されます。1番、2番、3番、4番、5番、6番で1秒前、スタートしました。内側もしっかりとスタートを決めて1マークに向かっていきます。1マークの攻防戦はまずは1号艇の中村健が奪っていく。おっと、1マークはアクシデントもありましたが、バックストレッチ側、2番手に5号艇の谷川、3番手に2号艇の渡辺俊介、そしてその後ろ6番の田中雄介が4番手の構想です。なお、3番の倉田は妨害のため失格、3番倉田は妨害のため失格、4番の横井は転覆のため失格となっています。1番、2番、3番、6番、アウトは4番、5番です。スタートしました。5コースと1コース、1号艇、4号艇、かなり際どいタイミング。現在スタートは審議中、スタート審議中。お手元の投票券大切にお持ちください。1コース、5コース、泉、小畑、かなり際どいタイミング。現在スタートは審議中、スタート審議中となっております。ここでお知らせいたします。1号艇の泉智美、フライング変換欠場。1号艇の泉智美、フライング変換欠場となりました。従いまして、1号艇に関する投票権すべて変換です。レース終了まで大切にお持ちくださいませ。1番、2番、3番、4番、6番、5番です。スタートしました。5コースは早かった。6号艇の渡辺、現在スタートは審議中、スタート審議中。お手元の投票券大切にお持ちください。5コース、6号艇の渡辺、早かった。現在スタートは審議中、スタート審議中となっております。ここでお知らせいたします。6号艇の渡辺翼、フライング変換欠場。6号艇渡辺、フライング変換欠場です。従いまして、6号艇に関する投票券すべて変換です。レース終了まで大切にお持ちくださいませ。1番、2番、3番、4番、6番、ダッシュが5番です。スタートしました。スロー5、選手がほぼ並んだスリット体系となりました。1周の1枠、インから逃げる1号艇山内、2号艇の向井田、さすマクル、3号艇の早川、決まったか、しかし膨らんだ。切り込んで4号艇高橋、6号艇の鶴子一の向こう正面です。ここは2コースが差し切り成功。2号艇の向井田、2番手争いは6号艇、4号艇、1号艇、3号艇、4艇接戦。最高峰5号艇3番、1周にマークの世界スタートは正常。2番手6号艇、4号艇が競り合った。アウトコースからズボ差し、1号艇山内、3号艇の
早川ホームに帰りますが、先頭は2号艇向井田の後方2番手さばいて上がってきたのが1号艇山内、しかし差がなく4号艇の高橋と3号艇の早川、5番手まだチャンスあるか6号艇鶴光一郎、レースは2周目の1コーナー、2番手3番手の攻防戦は接近3号艇の早川かわす1号艇バタつきながら山内、おっと危ない後方1号艇に足で脱線となりました。先頭2号艇向田、2番手が4号艇の高橋で3番手上がってきたのを3号艇の早川で状態計は243、4番手6号艇の鶴その後方でありますが1号艇5号艇にアクション達成です。2周に前からホーム直線コースは2号艇の向田、そして4号艇の高橋で3号艇の早川状態計243、レースは3周目と移っていきます。ここは事故艇レスキューを避けての旋回ということになりまして、先頭は2号艇の向田です。ここでお知らせいたします。1号艇山内正人2周1マークにおきまして転覆のため失格、5号艇の三波高文は演出のため失格となりました。1番2番3番4番5番6番の並びスタートしました。乗り見線の第12レース、スローの3人いいスタートを放ちました。さあ1番の交互戦、逃げる1号艇の池田浩二、2号艇の西山貴博が差し込んでいく、押し切った、誰も届かせず1号艇の池田逃げています。スタートは前提正常でした。先頭1号艇の池田浩二、2番手2号艇の西山の両サイドから4番3番追走して2マーク、トップ1号艇の池田を折り返した後、4号艇の馬場が先行体制で回る、刺した3号艇のブス島に2号艇の西山、2番手リードは3号艇のブス島誠、2号艇の西山貴博僅差の3番手、レースは2周目に入りました。先頭は1号艇の池田浩二が向こう正面です。そして2号艇の西山貴博が回る、刺した3号艇のブス島、3号艇のブス島が2番手リード、2号艇の西山3番手、さあ今度はこの2号艇の西山に迫る4号艇の馬場吉也、さらには僅差6号艇の桐生純平で2周の2マーク、前の2人1番3番と折り返した後、3番手6号艇の桐生が先行した、刺した2号艇の西山貴博しっかり差し入って2号艇の西山3番手をキープ、体型変わらず1番3番2番、レースは最終周回です。先頭は1号艇の池田浩二、ファン投票1位の男がしっかりと押し切りました。2番手は3号艇のブス島誠、3番手2号艇の西山貴博のうち入った6号艇の桐生純平並んだ、最後のバックは3番手2番3番の競り合い、内に6号艇の桐生、アウトは2号艇の西山構え、最終コーナー先頭は1号艇の池田浩二、ドリーム制します。2番手は3号艇のブス島誠、3番手争い中にアクシデント発生、3番手は6号艇桐生がリード、先頭1番五輪、3番五輪、6番五輪、4番五輪、5番五輪、なお最終コーナーにおきまして2番転覆失格、2番は転覆失格となりました。シリーズは3日目予選競争第5レースを行います。なおこのレースに出走予定でした4号艇石田貴博選手は病気のため欠場いたします。1番2番3番4番5番6番スタートしました。4号艇の宮野原がへこんでインから1号艇の峰が鋭いスタート、1周の1マーク、逃げていくのは1号艇の峰、インコースから刺して続く2号艇の田中、外前は3号艇の村松の内側から5号艇4号艇と入っています。スタートは前提正常でした。1号艇の峰がトップに立ちました。なお6号艇の前田光が煽られて転覆のため失格となりました。